シーバスルアラボオリジナルメジャー作ってました、はい、購入したい方は概要欄へ。かっこよくね。こんにちは、シーバスルアラボです。こんばんは。こんばんは。今日のプチカフェ、はい、やっていきましょう。はい、はい、まあもう見えてる通り、今日ご紹介する好き好きルアー、はい、大好きルアーはまあこれなんですけど。何ですかこれ。相馬さんのニューコモモ、うん、SF125、はい、ということで、これはね、好き好きというよりかは、うん、あの最近好きになった。あ、それはね、最近出たんやから、まあ、まあ言ってもモデルチェンジモデルこれモデルチェンジモデルなんですよ。コモモをモデルチェンジを機に好きになったってこと？いや、前からコモモは別に好きやったんやけど、うん、でもこいつもやっぱりあの例に外れず好きになったっていう、うん、なるほどね。そう、新しいコモモとして好きになったってこと？そう、もうやっぱり双子でもさ、それぞれ違うわけやん。はい、双子やけん両方好きとかではないやん。まあ俺の場合両方好きやけど。それぞれの好きがあるやん。なるほどね、はい、そう、そういうこと。そういうことね。うん、やけん多分三角関係とかになりやすい。ああ、こじれる。前の子ももから、今回の子ももから、そう、 初代のやつから。そう、好きは好きなんよね。初代とか、あのここのスリットがあるやん、うん、あれとかマジプリティで可愛いよね。プリティグーって感じよね。ビジュアルね。おう、ああ、で、ニューコモモになって、うん、ね、何がチャームポイントなんって、うん、何が変わったのって、はい、これよ、もうこれをね、見せたいがために俺はクリアにした。なんかパッと見 LBO って思うかもしれない、メガバスさんの、うん、ぽいね。でもこれはアイマさん独自の重心移動、うん、MRD、はい、なんなのって、うん、LBO とかは、うん、この中に入ってるこのなんか円柱型のウエイトがあるやん、うん、これ見えとんかいな。見えとる、見えとるね。ここ白いやつやろ。そう、うん、LBO はここにベアリングが入っとって、スルスル動くね。そう、ベアリングの力でヒュンヒュンっていくんやけど、うん、こいつの場合は磁石の力。なるほど。こっちがね、こっちとこっちに磁石があるんやけどさ、うん、まあ投げたら遠心力でこうケツの方にウエイトが行きますと、うん、でここほら今パンって振ったけど隙間が空いとんやね。わかるかな、隙間が空いてるわけやん、うん、こっちは反発、はいはい、だけどカツンっていったウエイトを磁石の反発でこっちに戻そうという力が働くわけ。なるほど。それによってウエイトの戻りがスムーズですよみたいな、うん、っていうのが MRD、 簡単に言うとね。なるほど。まあ俺開発したわけじゃないけど。なんかメーカーの人みたいな感じになってたけど。間違っとったらあのご指摘ください。あの、はい、アムズデザインの社員の方々、うん、よろしくお願いします。お願いします、はい、で、なんか他に変わったとこある？他はね、でも基本的なね、使っていくシチュエーションというのはそんなに変わってなくて、うん、まあちょっとしたアクションの変化とかはちょっとまあ、うん、あるんやと思うんやけど、うん、そこの狙いっていうのはまあその使い手によっても違ってくると思うし、うん、それは自分のフィッシングスタイルの中でアジャストしていくのが楽しいと思うけん、うん、なるほど。実際水中映像とかも出してるんで、それを見て判断してほしい、うん、判断してほしい、うん、俺の好きを押し付けるわけにいかんから。でも好きは好きとして語っとくと、それは必要ってことだね。そう、で見た目の違いとしてはね、ここがちょっとくぼんだよね。ダーターカップみたいな、なんかリップのとこ、そう、インナーなんちゃらみたいな、よくわからんけど、うん、これによっての水髪の良さも俺的には向上しとんじゃないかなと思っとる。まあ実質なんか薄めのリップが出とるみたいな。そうそうそう、なんかリップレスと言いつつもリップですやんみたいな感じやん。はいはい、うん、それで、うん、まあ基本的にまあコモモらしく、うん、表層シャロー体をヨタヨタと使っていきましょうっていう感じ、うん、ね、飛ぶけん、うん、結構大場所でも使いやすいし。でも一番単純に考えると、うん、今までのあの子供たちが、はい、めっちゃ飛ぶようになって立ち上がりが抜群に良くなったよっていうって思っていただいたら結構結構結構それで結構、まあ、でも実際そんな感じだもんね、うん、
なんか何投げようかなっていう時に小物あったらとりあえず入れてみるかみたいな役もあり、うん、だけどそのうちまあサスケとかもね、まあでもサスケの MRD 版がレックっていう、レッパの、うん、あレッパの MRD 版がレックっていう認識でいいんかな、どうなんやろね、うん、ちょっと重くなったの、ちょっとだけねファットになって、うん、あとは3本フックやったのが2本になってたりとか、その分フックサイズが上がっとるみたいな、あとかっていう違いはあるんよね、あれを あのフォルムのまま来るのあるんじゃない、あるんかな、うんうん、あれをレッパとは呼びたくないけん俺は、うん、レックはレックで愛したい、うんまあ、それはまた別の話なんで、わかりました、はい、今回はやけんそんな感じで、はいね、ニューコモモということで、うん、これでねもういい思いさせてもらってます、我々してますよ、はい、かなりスイム動画も上げてるし、はい、これ実況動画も上げてる、うん、ぜひ見てほしい、はい、わかりました、はい、じゃあ今日はニューコモモが好きという話でした、はい、それではありがとうございました、さよなら。